南札鉄道記念館は、鹿児島県南薩摩市にある廃線になった、鹿児島交通の鉄道路線に関する資料を展示する、鉄道保存展示施設である。鹿児島交通枕崎線の加世田駅の跡地である、鹿児島交通加世田バスセンターの敷地内にあり、1994年に開館した。鹿児島交通の加世田駅跡地は現在、 鹿児島交通のバスターミナルとして利用されている。その一角に古い石造りの倉庫が残されており、その内部に鹿児島交通の鉄道線に関する資料が展示されている。資料は現役当時のダイアグラム、写真、鉄道関連備品、駅名表などがある。また、伊集院加瀬田間の建設時に交付された。 内閣総理大臣、西恩寺金持知名の鉄道営業免許状、加瀬田枕崎間の延伸時に交付された、鉄道大臣、小川平吉名の免許状、鉄道省監督局長からの、改正鉄道敷設法上の予定線に該当するために、国有鉄道建設規定に準拠することを求める、通知書などの原文が展示されている。展示室の裏手には、屋根付きの車庫が、 かつて存在して車両が保存されていた。現在は駅跡の敷地を利用したショッピングセンターの拡張工事の関係で車両はバスの整備工場の中に保存されている。またバスターミナルのロータリー内にも露店でディーゼル機関車と蒸気機関車が保存されている。以下の車両の写真は整備工場内に移転される前のものである。 2018年時点の資料に基づく普段は閉鎖されているので見学に際してはバスターミナルの職員に依頼して開けてもらう必要がある。ありがとうございます。